会ってくれてありがとう。大津市大江、瀬田川のそばに日本料理と寿司の店マルマンはある。カウンターの奥では店主の青山さんが飾り寿司を握っている。青山さんは全国でも屈指の飾り寿司の名人だ。いただいたありがとうメッセージ。ご主人が握る飾り寿司の素晴らしさには感動します。書籍になるほどの腕前です。会ってくれてありがとう。そうです、ありがとうございました。嬉しい限りでございます。青山さんは江戸前寿司を修行し、半世紀以上かけて寿司を極めていく中で桶の中で輝く飾り寿司に魅せられた。季節感を何かお寿司で表そうかということで、だいたい細工寿司というのは始まったと思うんです。お寿司の中のその中の一個を細工に見立てるわけですので、与えられたものを新しいもので作り上げていくというところに、まあ、寿司の深みとかね、楽しみとか、まあ、そういうようなものが出てくるんです。青山さんのレパートリーは100を超える。赤トンボ、鳥、折り鶴、風車、蝶、舞妓、竹、雪だるま、桜、氷のれん、花かご、梅、腕を磨き数々の大会で入賞。今では審査員を務め、その作品の数々は本にもなった。基本とともにオリジナリティを持ってやってらっしゃる方が非常に少ないですね。飾り寿司の源は青山さんの頭の中。机に向かいじっくりと新作を考える時間は至福の時だ。子どもの頃から絵が得意で学校の代表に選ばれるほどだった。素材や製法をイメージしながらペンを走らせ構想する。新作生まれた時はもう熱くなります。全国また世界の方にね、見ていただけるような内容のものを発信していきたいなと思っております。寿司桶の中にアートを。マルマン、会ってくれてありがとう。